こっちの話です。今日はですね、ライディング中にどうしてもなかなかスピードがつかないなっていう時の改善方法っていうのを一つシェアしたいと思います。まあ多くの人がライディング中こういう風に乗ってしまったりとか、一生懸命こういう風にやってます。そうすると何が起きるかっていうと、下に波のボトムの方に降りれなくなってしまい、横に滑っていってしまう。特にレールを入れるっていうことは、こう下がっていくのが、こういう風にターンしてしまうので、しっかりと下まで降りれないので、スピードがついていかないということになります。まずは、しっかりと胸を正面に、ライディング中に横向くんじゃなくて、胸を正面に、進行方向に対して胸を正面に向けるということをやっていってあげると、でそしてしっかり最後までボトムに下がるまでボトムを 見てあげるっていうふうに、胸を正面に向けながらボトムを見て膝から下をまっすぐにしてあげる。そうするとスーッてスムーズにボトムに降りれるようになってスピードがついてくるようになります。するだけでスーッと抜けられないところが抜けられるようになったりして、スピードがついていくようになってきます。